2010年ハンガリー総選挙は中央に位置するハンガリー共和国の立法府である国民議会を構成する議員を選出するための選挙で2010年4月11日と25日の2回に分けて投票が行われた国民議会議員の任期4年が満了したことに伴って実施された総選挙である2006年から4年にわたって政権を担い続けてきた 与党ハンガリー社会党に対する評価が争点となったが、選挙戦当初より高い支持率を維持し続けてきた、フィデスハンガリー市民同盟が当初予想通り、国民議会の過半数を大きく上回る議席を得て、圧勝する結果となった。第1回投票では絶対多数得票を得た候補が、当選。第2回投票は、第1回投票候補者、上位3位あるいは、 得票15%以上を得た候補者によって争われ相対多数を得た候補が当選。全国集計で有効投票の5%以上を得た政党のみが議席配分資格を有する。ただし政党連合の場合は2党の場合10%以上、3党では15%以上と阻止条項が高くなっている。議席配分方法はドループ式当選奇数の整数倍で配分。 残余議席は、上与が、奇数の2、3を超える限りで、多い順で配分。埋まらなかった議席と指標は、全国比例代表に回される。小選挙区における指標と、地域比例代表の指標を合計し、阻止条項を突破した、全国名簿に、ドント式で配分。阻止条項は、地域比例代表と同じ有効投票5%以上、全国比例代表に名簿を提出することができた。 政党を取り上げる。第1回投票は4月11日に小選挙区176選挙区と地域比例代表20選挙区で実施され、第2回投票は第1回投票で当選者が決まらなかった小選挙区57選挙区で4月25日に行われた。第1回投票でフィデスが単独過半数を上回る206議席を獲得、政権交代を事実上確定させた。 一方の与党社会党は地域比例代表で28議席を確保するに止まった。極右政党のヨッピクは社会党にこそ及ばなかったものの26議席を獲得して第3党となった。また2009年欧州議会選挙直前に結成された新しい政治の形は首都ブダペストでヨッピクを上回る支持を得るなど前線し、 阻止条項を突破して15議席を獲得し、議会進出に成功した。その一方で、ハンガリー民主フォーラムは、阻止条項を突破することができず、敗北した。第1回投票で当選者が決まらなかった57、選挙区の当選者を決めるため行われた第2回投票でも、フィデスは54名が当選、社会党は、ブダペストで2名を当選させるに止まった。同時に、 全国比例代表についても、全小選挙区で当選者が決まりに以下の指標が確定したことで、フィデスなど4政党に議席が配分された。これにより、全議席が確定し、フィデスが選挙前より100議席以上も上回って、圧勝、社会党は選挙前の188議席を3分の1以下に減らして惨敗する結果となった。ありがとうございます。